アリスはほとんど夢中で小さな一本の棒を拾い犬ころの方に突き出しましたすると犬ころはキャンキャンうれしがって直ちに四つ足を揃えて宙に飛び上がって棒に飛びかかり噛みつきそうなふうをしましたその時アリスは頭の上を飛び越されないようにと大きなあざみの後ろに隠れましたそして アリスが向こう側に出た時犬ころは棒に飛びつきましたそしてそれを捕まえようとしてでんぐり返りましたこの時アリスはこの犬ころとふざけるのは二馬車引きの馬と遊んでいるようなものだと思うと今にもその足の下に踏みつけられそうなのでまたあざみのぐるりを駆け出しましたそれから犬ころは棒うきでめがけて何度も上攻撃をやり出し その度にちょっと進み出てはぐっと後ずさりしてその間絶えずキャンキャン吠え立てていましたがとうとう息をハァハァ切らせ口から舌をだらりと出し大きな目を半分閉じてずっと向こうで座り込んでしまいましたこれは逃げるのにありがたい幸せとアリスは直ちに駆け出しましたあまり駆けすぎたのですっかりくたびれて 息が切れてししままいました。が、もうその時は犬ころの吠え声は遠くの方でかすかに聞こえるだけになっていました「でもまあなんて可愛らしい犬ころだったろう」とアリスは一本の金峰毛に寄りかかって休みながら一枚の刃を扇子代わりにして仰ぐのでした「私当たり前のせいでさえあればいろんな芸を仕込んでやるんだけれどそうそう 私元通り大きくならなければならないということをすっかり忘れていたそうねどうしたら大きくなれるんだろう私何か飲むか食べるかしなければならないと思うわけれども何をということが大問題なんだ確かに大問題は何をということでしたアリスは身の回りの花や草の葉を見回してみましたが この場合、飲んだり食べたりして良さそうなものが見つかりませんでした。アリスの近くに小さなキノコが生えておりました。それはちょうどアリスの大きさほどありました。アリスはそのキノコの裏を見たり、両側から見たり、後ろへ回って見たりしましたが、今度はその上に何があるか見たくなってきました。アリスはつま先で立ってキノコの端から見ました。 するとすぐにアリスの目は大きな青い芋虫の目に旗とぶつかりました芋虫はてっぺんに腕組みで座って静かに長い水着せるを吸ってアリスにもまたは他の何にも少しも気を止めていない様子でした第五章芋虫の忠告芋虫とアリスはしばらくの間黙り込んで見合っていました しかしとうとうイモムシが口から水ギセルを取ってだるい眠そうな声でアリスに話しかけました「お前さんは誰ですか?」とイモムシはまず聞きましたけれどもこれは2人の話をスラスラ進めていくような問いではありませんでしたアリスは少し恥ずかしそうに答えました「私私今ではよく。 わからないのですと言っても今朝起きた時は私が誰だったかは知っていたのですがそれから何度もいろいろ変わったに違いないと思うんですそれはどういうことなのだとイモムシは厳しく言いました説明してみなさい私説明なんてできないんですとアリスが言いましただって私は私でないのですからねさっぱりわからん。 と芋虫が言いました「残念ながら私にはそれをもっとはっきり言い表すことができませんの」とアリスは大層丁寧に答えました「なぜなら第一私には自分ながらそれが分かっておりませんの」そして一日のうちにいろいろと大きさが変わるなんてぶ分頭をまごつかせることですもの「そんなことはない」とイモムシは言いました。 ええ、そりゃあ,あなたは今までそんなことをそういうものだとお感じになったことはないかもしれませんけれど。とアリスは言いました。でもあなたがさなぎになったりいつかはそうなるんでしょう。それから町長にならなきゃならなくなったら少しは変に思いでしょう。思わなくってい,いよ、ちっとも。とイモムシが言いました。それじゃあ。 あなたのの感じが違うのよ、とアリスが言いました「私の知っている限りではそれがとても変に感じられますの私にとってお前に?」とイモムシはバカにしたように言いました「じゃあお前は誰なのだ?」そこで話がまた一番初めに戻ってしまいましたアリスはイモムシがこんなふうに大層短い言葉しか言わないので じれったた。くなりましたそれで背伸びをして大層真面目になって言いました「私はねまずあなたが自分は誰であるか名乗るべきだと思いますわ」<故>「なぜ?」とイモムシは言いましたこれでまた面倒な問題になりましたアリスはいい理由を考えつきませんでしたし一方イモムシはひどく不愉快らしい様子でした そここでアリスは向こうの方に歩いていきました。戻ってこいイモムシはアリスの後ろから呼びかけました「私は少し大事な話があるのだ」この言葉が幾分頼もしく聞こえましたのでアリスは振り返ってまた戻ってきました「怒るもんじゃないよ」とイモムシが言いました「それだけなの?」とアリスはできるだけ怒りを。 飲み込んで言いました。いいよアリスは他に用がないものですから待ってやってもいいと思いました多分何かいいことを聞かしてくれるのだろうと思ったものですからしばらくの間イモムシは何にも言わないで水着セルをプカプカふかしていましたけれどもとうとうイモムシは腕組みをほどき水着セルを口からまた取って言いました それではお前変わってると思うのかいどうもそうらしいのですわ」とアリースが言いました「私前のように物を覚えられませんしそして10分間と同じ大きさでいないのです」「覚えられないって一体何を?」とイモムシが言いました「え私ちいちゃいミツバチどうしている?」 を歌ってみようと思っっててもままるで違ってしまうのとアリスは大層悲しそうな声で言いました「ウィリアム・トッサン年を取ったをやってごらん」とイモムシが言いましたアリスは腕を組んで始めました若い息子が言うことにゃウィリアム・トッサン年取ったな。 お前の髪は真っ白だ。なのに始終逆立ちなぞして大丈夫なのかいそんな年してウィリアム・トッサン答えるにゃ若い時にはそのことを脳に悪いと案じたさだが今じゃ脳みそもなしそれで私は何度もやるのよ若い息子が言うことにゃ何しろトッサン年取った。 それによくももブブクブク太ったもんだなのに戸口ででんぐりがえったりありゃ一体何のつもりさ白髪頭を振りながらウィリアム・トッスさん言うことにゃ若い時にゃ気をつけてせいぜい体をしなやかにしてたよこんな公約まで使ってね一箱50銭のこの公約だお前に一組売ってやろうか」。 若い息子が言うことにゃお前はとにかく年寄りだお前の顎はもう弱い脂身より硬いものはむかぬはずなのにガチョウを骨ぐるみくちばしまでも食べちゃったあれはどうしてできたんだいとっさん息子に言うことにゃわしが若い時は法律好きで何かといえば女房と議論さおかげで顎は千万人力 ここんな年までこの通り若い息子の言うことにゃお前は年取った昔通りに目が確かだとは誰が本当と信じようだのにお前鼻先きでうなぎを測ったがどうしてあんなうまいことがやれたんだいとっさん息子に言うことにゃわしは三度も返事したもうたくさんだこんなたわごとに相づち打って大事な一日潰してなろうか」。 さあさ、出て行け。行かぬとはしごから毛をとすぞ。間違ってるねと芋虫が言いました。そりゃあ、みんなはあっていないよねとアリスはビクビクして言いました。文句が少し変わったんだわ。はじめからしまいまで違っているよ、と芋虫はきっぱり言いました。それからしばらく二人は黙り込んでしまいました。 すると芋虫が話し出しました。お前はどのくらいの大きさになりたいんだ。まあ、私どのくらいの大きさって決まっていないわ。とアリスは慌てて答えました。ただ、誰だってそんなにたびたび大きさが変わるのは嫌でしょ、ねえ。わしにはわからんよ。と芋虫は言いました。アリスは何も言いませんでした。今までこんなに 反対せられたことはありませんのでアリスは尺でたまりませんでした今は満足しているのかいと芋虫は言いましたそうねあなたさえご迷惑でなかったら私もう少し大きくなりたいのとアリスが言いましたサンズンなんて本当に情けないせいですわいやそれが体操いい背格好だよ イモムシもちょうど三寸のせいでしたから「でも私このせいには慣れていないんですの」とかわいそうなアリスは哀れっぽい声で言いましたそして心の中で「この人がこんなに怒りっぽくなければいいんだが」と思いました「今にお前慣れてくるよ」とイモムシは言った。 口に水着せるを加えて、またふかし始めました。今度は、アリスは芋虫がまた話しかけるまでじっと待っていました。一、二分経った時、芋虫は口から水着せるを取って、一、二度あくびをして体をふるいました。それからキノコから降りて、草の中へ這って行きました。生きながらただ芋虫は、一つの皮はお前の背を高くし、 他の側はお前の姓を短くすると言いました。何の1つの側なんだろう？何の他の側なんだろうとアリスは考えました。昨日、このだよと芋虫はちょうどアリスが大声で尋ね。でもしたかのように言いました。そうしてすぐ芋虫の姿は見えなくなりました。アリスはしばらくの間考え込んで、じっとキノコを見ていました。 そしてキノコの両側とはどこなのか知ろうとしました。けれどもキノコはまん丸なものですから、これはたいそ難しい問題だということがわかりました。けれどもとうとうアリスは両腕をぐるりと合わせるだけ回して、キノコの足を両手でちょっとかき取りました。さあ、どちらがどちらなんだろう、とアリスは独り言を言いました。そしてその結果を試してみるつもりで、 右側をちょっとかじってみましたといきなり顎の下をひどく打たれたような気がしましたそれは顎が足にぶつかったからでしたアリスはこの急な変わり方にすっかり驚いてしまいましたが体がどんどん縮まっていくものですから少しもぐずぐずしておられませんでしたそれでアリスは早速別の端をかじることに取り掛かりました 顎が足にしっかりりととくくっついていてるものですかから、口を開く余裕なんかほとんどありません。ほどあませしかしとうとうどうにか開けてやっとのことでキノコの右の端を一口飲み込みました「あ頭がやっと楽になった」とアリスはうれしそうに言いましたがたちまちその声は驚きの悲鳴に変わってしまいましたそれもそのはずです。アリスは、 自分の肩がどこにあるのだか見えなくなったのでした。アリスが下を向いてみると、見えるものはばかに長い首だけで、それはアリスのずっとずっと下に広がっている青い葉の間から生えている茎のように見えているのでした。一体あの青いものは何かしらとアリスは言いました。そうして私、肩はどこに行ったんでしょう。まあ、 私のかわいそうな両手さん、私どうしてお前を見られなくなったんでしょう?」とアリスは言いながら手を動かしてみましたがただはるか下の緑色の歯の一部がかすかに揺れたきりでした何しろ手の方を頭に届かせるなどということはとてもできそうもありませんでしたのでアリスは頭の方を手に届かせてみようとやってみましたするとと嬉しいことに、 アリスの首は蛇のよううににどっちにでもまく曲がることが分かりましたアリスはこれで格好よく曲げくねらせそして青い歯の間にその首を突っ込みかけました気づいてみるとそれは今まで歩いていた森の木の小でしたがちょうどその時鋭いヒューという音がアリスの顔をかすめたので慌てて後ずさりしました。大きな跡が アリスの顔にぶつかって翼でアリスをひどく打ちました。